はい、国税庁の所有する、源泉徴収義務者データをですね、活用して厚生労働省日本年金機構が平成27年度から3年間で社会保険未加入企業への、加入促進ですね、あるいは指導、そういったものを強力に行うということは、以前から公表されていました。で実際平成27年度に入ってからですね、アンケートとか指導文書などを受け取った企業さんからのご相談が増えていました。で文書電話訪問と言ったことによる、加入勧奨とかですね、あるいは訪問による指導、加入指導ですね、こういったものを受けて、加入する前提でご相談いただくケースもあるんですけれども、中にはね、何度も何度も加入勧奨を受けてたりしても、放置をしていたり無視してですね、未加入、社会保険未加入を続けているといった会社もあるようですね。で先日日経新聞などにもね、報道がされてましたけども、79万社の加入漏れ、厚生年金加入漏れ企業があるということはね、疑いがある企業があるということはもうすでに分かってるんですけれども、個別の、ね、会社の特定作業を進める中で社名の表記のが違ってたりですね、あるいは転居してたりということで、紛らわしいケースもあって、その手間とね、時間がかかってたということがあったそうなんですけども、その結果か、実際この2015年4月から9月までの半年ですね、強力に指導すると言って始めてから半年で調査が済んだのはこの79万社のうちのですね、18万社に過ぎなかったということですね。でこれではダメだということで、平成28年度、来年度4月からね、今年の4月からね、来年度の4月から平成28年4月からの、マイナンバーですね、企業版マイナンバー、いわゆる法人番号ですね、こういったものを活用して、社会保険未加入企業を特定してですね、指導を、していくという、報道がありましたもので、それを見てですね、最終的にこれ立ち入り検査に入られてしまって強制加入ということになると、過去2年分の保険料がね、徴収されるということになる、訴求して徴収される危険がありますからね、そういったことを恐れてですね、今後自主的に社会保険加入を、していくと、手続きをする企業が増加することは予想されると思います。で代表取締役様とかね、取締役様ですね、役員さんについては役員報酬の支払い方を変更するだけで年収を下げなくても社会保険料、会社負担分も個人負担分もですね、これを節減することができます。ですから、今後はね、そのような対策を、希望されるといった会社もね、どんどん増えていくというふうに思います。特に一人法人ですね、一人役員さんお一人の法人さんとかね、あるいは同族役員さんのみ、